どうも、西田渉です。本日なんですけれども、超簡単写真上達術、写真構図をお教えしますということでね、解説していこうかなというふうに思っております。結局写真のカメラの性能がもう R5 とか出てきて、これから劇的にね、押すだけで写真っていうのは綺麗に撮れて、そして美しい写真が、ね、仕上がってくるのはもう間違いない世の中になってくるんですよね。そうなってくると、何が上手でいい写真かってなってくると、構図のいい写真っていうことになるわけですよね。なんでここだけをひたすら追い求めていくとですね、必然的に写真が上手くなるっていうことにたどり着けます。ということでね、今日はね、写真構図について解説していこうという、そういったテーマですね。こちらのね、結論から先に申し上げますね。主題、そして副題、そして消去法ですね。この3つを意識するだけで、写真構図っていうものがですね、一気に劇的に上達します。なので、それを意識すれば構図が良くなる、必然的に写真が良くなる。あとは、いいカメラで撮影すれば、綺麗な写真が撮れて、ピントがバッチリ合った写真が撮れるっていうことでね、一気に高い次元のね、写真表現ができるようになりますので、この構図を極めていくっていうね、ここのお勉強をしていただければ嬉しいかなというふうに思っております。ではね、結論で申し上げました、主題副題消去法、この3つのね、深掘り解説をしていこうかなというふうに思っております。今日はね、僕手前味噌ですが、こちらね、カラーブ東京の写真集の写真を皆様にご覧いただきながら、主題と副題、その辺をね、ご説明していければいいのかなというふうにも思っております。まずは1点目なんですけども、主題を設定するっていうところですね。これどういうことかと言いますと、要は写真に対して何を撮りたいかっていうところですよね。じゃあこの表紙は何かっていうと、これ東京タワーで、主題が東京タワーですね、夜の東京タワー。そして副題はブレているっていうね、抽象的にぶらしているんですよね、あえてね。そしてビビッドな赤を飽和させたりして、ビビッドな色が乗っているのと、ブレていることがこれ副題ってことですよね。何がまず写っているかが主題、そしてその何が写っているかプラスもう一個何か条件表現がある、それが副題っていうところですね。なんで主語があった時の形容詞みたいなね、その修飾するっていうか、そういった彩る要素っていうのが副題っていうことになっていきます。はい、例えばこちらの写真ですね、この銀座と書いてる写真、こちらの主題は何か分かりますか。この首都高の看板です。これが主題で、ここの手前に春だから桜がありますよね。桜で前ボケのように桜を写してます。これが副題ですね。でさらに主題と副題があることによって、奥にね、これは春に撮影したんだ、そして、東京の首都高速の看板だなっていうことで、東京の春っていうテーマまでもね、その奥に意味がついてくると、こういったところがね、主題と副題を明確化する、そして消去法ですね、その他の情報をなくすことによって主題と副題が明確になると、この辺をね、徹底していくと写真が一気に引き立ってくるということですね。で次なんですけども、先ほど申し上げました副題でね、写真に彩りを添えるっていうことですね。基本的には主題、この写真は東京タワーですということをまず絶対に分かっていただく。そしてじゃあ副題というものは、じゃあ東京タワーっていうところをよりデフォルメ化する、より強調するにあたっては、東京タワーって夜だとオレンジだよなとかね。でこれに関しては比較的赤っぽくは見えますが、明らかに形が東京タワーであれば、そこがねバチッと色が濃かったり、そしてそれがブレていたりすると、なんかこう目を引きつけますよね。これが副題ということで、彩りを添えるわけですよね。それによって、あ、東京タワープラスアルファ何かちょっとね、こう気になるような、ついついこう引き込まれるような表現に持っていくってことですよね。なので先ほどお見せしたこちらもそうです。この銀座の看板、まずは銀座に目が行きますよね。銀座プラス緑、そして首都ってここにうっすらと書いてあれば、東京じゃない方もね、多分都市高速、緑といえば高速の看板ですよね、全国的にね。なんでそこでまずは、高速の看板だってことを認知してもらう。そして手前にね、副題であるこの桜を入れるっていうことですよね。誰が見ても分かる桜を入れると、前ボケでね。そうすることによって、結局副題っていうものがこの首都高とね、ましてや緑とピンクっていうのは非常にね、このマッチングがいいカラーなんですよね。ピンクと緑とかね、その辺の計算もされているような写真だったりするので、そういったところでね、副題は彩りを添えるってことです。この銀座はちゃんと見えるんですが、これはね、フレーミング額のようにね、この副題が見えますよね。こういった要素もあるっていうことですね。次なんですけども、副題と主題の配置が構図力っていうことになりますね。もうまさにね、この写真でね、解説していきますね。本当にこの銀座っていうところ もちろん真ん中で見せたいんですが、それだけでなく多少隠してますよね。これがここに副題である桜がこう隠れている、これの配置の部分ですよね。副題をどこに置くかということによって、この写真の構図力、構成力が決まってくるということなんですよね。この主題と副題のバランスをどういうふうに自分が置くかっていう、ただ単になんとなく写すだけでは写真作品としては成立しないんですよね。その配置、構図、主題と銀座のこの看板の主題、それと
このね桜の副題をどこに配置するかでこの1枚の写真のね全てが決まってくると言ってもね過言じゃないかなっていうふうに思うんですよね。っていうところでこのね今ご説明したことが分かればね、写真の見方とかすらも変わってくるわけですよね。じゃあ例えば駅張りの広告とかね、それをパッて見た瞬間にあこの写真の主題はこれだなっていうね、で副題はこれだなっていう、例えばですがドリンクの広告がありました、主題はドリンクなんですよね。例えばポカリスエットとかってなってて、でポカリスエットが主題なんですが、そこを次持ってる人ですよね、人物の方、それが副題なんですよね。なので絶対に、まあ、もちろん副題でねおって言って引きつける方法もあります。人気のタレントさんとかを起用することによって副題からまずは注目させて主題であるポカリスエットドリンクとかに持っていきたいとか、そういった方法もあったりはしますが、基本的には絶対に広告写真の場合はこのポカリスエットに対してのピントとか絶対何かしら目立つようにね、そういった風になってるはずなんですよね。その後にタレントさんとかに目が行くような視線誘導だったりとか構図とかになっているはずなんですよね。そういったものを意識してみると主題と副題をまずは見つける、写真に対してね、絵画を見る際もそうですね。なので主題はこれは何を言いたいんだっていうところを主題見つける、そしてもう一個形容されている副題の部分を見つける、あなるほどこれとこれが合わさってこの作品自体はこういう力を有しているんだなっていうことが理解できると、今度は自分が作品を作るとき何か被写体と向き合ったときにもこれを主題にしよう、そして副題は何にしよう、場合によっては副題はなしにして主題とだけをシンプルに向き合おうとかね、いろんな選択肢が生まれてくるんですよね。主題副題そしてその配置ですね、構図よく身につけば必然的に写真の見方が本当に変わります。例えば写真の展覧会とか行った時もあなるほどとこれが主題なんだなっていうね、そういったところで写真の見方も変わるのでぜひねトライしていただきたいかなっていうふうに思っております。で次なんですけども、主題と副題が決まって撮影しようそしてするってなった時にそれ以外の余計なものは徹底的に消去っていうことですね。もう写さないということなんですよ。なので、何度もね今日はシンプルに一つの写真で解説した方が分かりやすいと思うのでご覧いただくんですけれども、先ほどのこちらのですね、首都高の写真ですよね。銀座のその首都高の入り口の看板、副題である桜、それ以外もう写ってませんよね。なのでもう徹底的に消去することによってもう間違いなくねこれは主題が、首都高の看板、そして前にある前ボケにある桜、これが副題、もうこれだけでシンプルに1枚として語ると。でもちろんねこれさらにもう一個何かしら他のものが写っててもいいかもしれません。ここに空があって、あこれここにこの上に空のが写ってたとしたら、あなるほどこれは見上げてる写真なんだなっていうもう一個プラスアルファされる可能性もあるんですけれども、もうここはね本当に僕の場合は本当にこう徹底的にね消去するってことによって視線をもうそこだけに集中させるっていうね効果を、特にこのカラーオブ東京は街の断片を合わせることによって浮かび上がらせる東京っていうのをテーマにやってますので、特にねこういった徹底的な消去法ということをね貫いた写真集になっているんですよね、というか写真作品になっていると。皆さんも何かと向き合うときに主題もしくは副題までを決めたらそれ以外をとことんまで消去するような撮影手法構図とかをね考えていくと、それが非常に重要かなっていうふうにね思っておりますね。でもう一点なんですけれども、これをね撮影段階でできるようになるともう理想的ってことですね。どういうことかと言いますと、ファインダーで覗く、こうやって撮る、その撮るときに主題を中で決める、ファインダーで決める、副題も置いた、フレーミングで決めた、それでそれ以外はズームしたり自分で寄ったりすることによって単焦点とかだったらね、それで他の余計な情報も最初から切っておくってことですね。それぐらい一発で主題副題を明確化できておくと、本当にね力のある作品が撮れますし、自分自身の構図力が身についてるっていう証拠になりますね。で次なんですけれども、もう撮影段階でできるのも理想的なんですが、後でねトリミングっていうことでもちろん OK です。なのであここはいらないなとか、もうどうしても2対3の比率なので、例えばね一眼レフとかだと2対3の比率だとどうしても入ってしまう部分は出てくるわけですよね。逆にそれで寄りすぎてしまうと主題とか副題の部分が薄れてしまったりとかね、もう切れすぎちゃったりするっていうのであればちょっと引いておいて、まずは全部写し込んでおくと、そして本当にいらない部分だけをトリムカットしていくっていう作業ですね。なのでそこは2対3の比率じゃなく1対1になってもいいでしょうし、4対5になってもいいでしょうしと、要はいらないものを徹底に消去していくだけでいいと。なのでトリミングは後でもいいっていうことですね。
はい、それではね、総括に参ろうと思います。まずはですね、主題だけを打つ練習をしてほしいなと思います。例えばですが、この表紙で東京タワーっていうものがありますよね。じゃあこの東京タワーを僕の場合は写している、さらにわざとブラしている、この抽象的にちょっと表現したいと。でその上で後の色調補正ですごくビビッドに色を出していると。主題は東京タワー、副題はちょっとブレているのと色がこってりのってるっていう副題が2つの要素が入っていると。ですがまずはですね、東京タワーっていう主題をどういう角度から撮るかとかね、どういう風に見せようかとか、そういったところからね、まずはトライしていただく。主題を明確に写せるっていうね、ここをまずは徹底的に練習していただきたい。そして足し算のようにちょっと副題は何にしようかっていうところまで考えられるようになると次のステップっていうことですよね。で次なんですけども、主題を目立たせるために徹底的に消去ってことですね。まあこれもね、本当はね、こういった縦位置の構図なんですよね。これ自身がね、こういったこれかなりトリミングされてますけど、縦位置で本当は撮ってる写真ですね。なんですが、まあとにかくね、写真を撮る際にもうこの東京タワー以外のものが、例えばここに木が映り込んでたとかね、他にビルが映り込んだとか仮にあったとしたら、そういったものをなるべく自分が動いたり画角を変えることによって、自分の角度を変えることによって、そういったものをね一切映し込まないように、東京タワーだけを写すにはどうすればいいかとかね、それが見上げるのがいいのか、もうちょっと引いてみるのがいいのか、ズームするのがいいのかとかね、そういったところね、とにかく主題だけを目立たせる練習をして、徹底的に他の邪魔なものは消去ってことですね。そこを本当に徹底してください。とにかく写さないものは写さないっていうね、余計なものは写さない。自分は今写真を撮る際に余計なものを写していないかっていうところを常にね覗きながら、もう思考を停止せず、どん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 脳みそでね考えてください。で次なんですけども、何でもかんでも映そうとしないっていうことですね。じゃあ例えばですけれども、東京駅丸の内口がありました。東京駅の丸の内口にあって、そこにバスロータリーがあって、通ってる人がいて、そして自動車バイクが通ってます。全部を映します。じゃあ何が撮りたかったんですかっていう風になってしまいますよね。東京駅を最初は撮ろうと思いました、主題。そしてバスロータリーがあったんで、バスがいました。そこで通りかかっている他の車もあります、人もいますっていう風になると、もう何が何だかわからないですよね。本当にただ単に映した写真ってことになってしまうわけですよ。やはりその東京駅の丸の内の駅舎があります。じゃあその駅舎のある部分だけを切り取ってでも、とにかくこれは東京駅だっていう風に絶対に分かる一枚にまずは仕上げてみると。そういったね、何でもかんでも全てをとりあえず写しておこうっていうのは基本 NG っていう考えをね持っていただくと間違いないかなっていう風に思っております。なので順番としましては、主題、そして次に副題、そして最後にそれ以外は消去っていうね、この順番をとにかく守っていけば構図力っていうのは必然的に上がってきますね。なので最初はとにかくシンプルに、まずは撮りたいものをドンと撮ると。そしてその後に付け足せるものがあれば、ちょっと付け足すのが副題、そして最後にその副題を付け足した後にもまだ余計なものが映っていないかを徹底的に精査してトリミング切ってしまうと。そういったことをすれば1枚の写真の力強さがですね非常に身につきますし、訓練していくとまたね、インプットする際、他の写真集を見ました、写真展を見ました、広告写真を見ましたっていう際も、主題と副題が本当に明確にスッと自分に入ってくるようになるので、次の写真撮影する際、そして WNPC でお題を与えられた際にも、じゃあ主題がテーマ何々、じゃあテーマが主題だな、じゃあそこに副題を何を出そう、そして自分は今いらないものを写してないかという、このね3ステップはねすぐに分かるようになれば、どんどん写真の技術が上がっていきますので、これが構図力ですね。ここを意識して写真表現で取り組んでいただくと、どんどん成長すると思いますので、ぜひね参考になればと思っております。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひね疑問質問等ございましたらコメント欄ご活用ください。合わせましてチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渡でした。現在 Facebook のグループなんですけれども、オンラインサロンであります西田渡るフォトカレッジを運営いたしております。 WNPC という、ね、タイトルですね。こちらはですね1200名を超える受講生の方々と、週に1回出すお題をね、皆様がそのお題に即した写真を皆様が写真をアップロードして、そして写真リテラシーの高い1200名の方々で切磋琢磨して、どん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 成長していくようなねカレッジ運営をしております。ご参加がまだの方、そして興味がある方はね、ぜひ概要欄からジャンプしていただいて、ぜひねご参加いただけたらと思います。お待ちしております。よろしくお願いいたします。